したの。私が戦力外通知、虚しいものね。でもママは本来の力を出せないんだから仕方ないよ。そこが問題なんだよ。結局私は関やみんながいないと強くない。満足に能力すら使えないんだよ。でもママは私たちの力を最大限まで使って戦えるんでしょ。そうだね。でも今は結局私がみんなを扱いきれてないんだけどね。仕方ないよ。誰だって最初は初心者だよ。知っていけばもっと。あ、もう、可愛いわね、アイレは。ママ。そうだね。現状がこうなんだからくよくよしても仕方ないよね。席を待とう。その間私の戦闘に備えて4人をできる限り使いこなせるように努力するわ。うん、もっと私たちを知ってくれたら私も嬉しいし、ママも嬉しい。さあ、帰りましょう。席が戻る間は私もギリギリまで能力の調整よ。みんな、頑張ってね。私は戦場に出るとこのフードをかぶる。癖になってる。毒虫の補欠時代、地域連のエクの時代、私が最も過酷な環境で戦い抜いた時代。その時代のものを着ることで昔の無慈悲な自分に戻れる、切り替えれる。そして研ぎ澄まされた神経は自然に溶け込み、異物を洗い出す。自然は全てを知っている。だから今までその場になかった異物、異性をくっきりと浮き彫りにする。それで隠れてるつもりか。見えなくても異物であるお前の居場所はわかるぞ。勘のいガキだぜ、どんな神経してやがる。だが俺を見つけたのは死ぬ時間を早めただけだぜ。加点、肩車。視点、アースレイク。あの野郎、自然系能力者か。俺も私全員透明化、じゃなかったら死んでたぜ。この野郎。物理向こうの透明化、それがあなたの悪視点？本当に勘のいガキだな。推薦、強化推力。消えた。自動透明化による物理無効、いやらしい能力だな。推薦強化推力。攻撃忘れた。なるほど、透明化の間は自分の攻撃も物理無効、つまり完全に干渉できなくなるってことか。あとは透明化の制限時間とかが分かれば一気に対策できるんだけど。加点、肩車、無限地獄。この野郎、次は俺が透明化、加点まで仕掛けるつもりか。ならば下から攻めるまで。君潜ったか。物理向こうの付け位置に潜れる。都合のいい透明化だね。いや、もしかすると透明化の効力を少し弱まらせてるのかも。視点、アースセーバー。この問題は効力を弱めて攻撃が通る。だが地面を越えて攻撃してくることも不可能。こういう次元のフィールドは私の得意分野。いかなる策、いかなる準備をしても瞬速と多彩の攻撃で仕留める。元毒虫と血痛タフ、の名はだけじゃないわよ。ねえ、いつまでガチ押しにするつもり、早く打開しなよ。次は確実に殺すよ。どいつもこいつも俺をバカにしやがって。いいぜ、なら出血大サービスだ。俺とグラシャラボラス様の全力でお前を跡形もなく消してやるよ。2100億、800のキーにしては低い方だね。以前私が戦った第46視聴室、ハーデスの方が強かったよ。あの死体なんだか、それがどうした、だからなんだ。お前は俺の悪視点を真の力で死ぬんだよ。悪視点を透明化させに行く。結構地下に降りてきたけどどうなんだろう。こんなところに人いるのかな。あれ、あれ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 。こんなところになんで人なんているのかな。この子だ、悪心症。とりあえず合わせるか。ここでね、一人で誰にも気づかれずに死のうと思ってるんだ。それはかわいそうだ。誰が悪いの？誰が君を傷つけたんだい？いや、言わなくていい。上の人間だろ。立場的優位な人間。ひどい話だよね。上はいつも下を食い物にする。下はいつも上の餌食。ひどい世の中だよ。なるほど、上下関係にうるさいタイプか。そうなんだ、上はいつも私をいじめて。そうだよね、そうだよね。下は守らないといけない存在なのに。そんな君は僕の下につくといいよ。僕は下の気持ちがわかる。だから下を守ってあげれるんだ。そうなんだ。まずはどうすればいいのかな。すべて僕の言う通りにすればいいんだよ。僕の意見はすべて正しいからね。すべて、そんなはずないんじゃ。僕の言うことは正しい。逆に僕に逆らう奴は正しくない。上が下と同じことをしたらダメ。でも下である僕は許される。でも僕より下の人間は僕に従わないなら上より価値はない。僕の意見に同意しない奴なんて民衆にさらして、けなして、どこまでも惨めな姿をさらせばいい。みんなさらされた奴をいたぶるのは大好きだからね。人間は愚かだから自分より下をけなして、さらして陥れるのが大好きな生き物だからね。こうやって僕の言うことを聞かない奴はさらす。僕以外の価値観なんて許さない。僕は間違ってもいいけど、僕以外の間違いは許さないし、それに反対する奴らも許さない。うわ、
は、究極の自己中だ。ネット世界の闇そのものみたいな子供だ。なら聞きたいんだけど、もしみんながこの行為が正しいって言ったらどうするの？関係ないよ。僕の理想にそぐわない回答は全部間違ってるんだから。言ったでしょ、僕が正しいの。僕に都合の悪い現実は全部悪、僕が正しいんだから、それが正解でしょ。気持ち悪い、話にならない。自分の理想、現実ばかり押し付けて、自分は周りに偉そうに言うくせに自分がやった時は仕方ないとかで済ませるやつだ。さあ、僕の下に入りなよ。僕の教えに従えば導いてあげる。でもここで断るなら、僕の立場を最大限利用して痛めつけて、晒して、けなして、煽って、とことん執着してやるから。そう、なら、丁重にお断りします。何が自分が正しいよ、バカじゃないの。君中心で世の中回ってないんだよ。上の教えをこれっぽっちも理解しようとしない。上が取った行動の真意を全く理解できてないから、自分の視野でしか物事が判断できない、本当に子供みたいな考え方。そしていいところを全部無視して自分の都合のいい、相手の悪いところしか物事を言わない性格の悪さ。そして自分にとって都合が悪いから晒す、けなす、煽る、執着する。本当、虫唾が走るよね。これじゃ上の人たちがかわいそうだよ。上は下の人たちに道を作ってるのに、自分たちの失敗を下に味わってほしくないからって伝えてるのに。お前みたいに理解しない奴が大勢いるから、結局何も良くならない。同じことが永遠と繰り返される。下が下が悲観している暇があるなら上を目指せよ。上を目指さないから下にいる。こんなの当たり前だよ。それで上を憎んで、言うことを聞かない下も憎んで、本当、言ってるの辛くない？晒すなら晒せ。お前のバカさ加減を世界に広めろ。その方が世のためだよ。このクソ野郎が、悪しないだかい？ほら、煽られたらすぐに切れる。自分を煽るくせに煽られると切れる。子供だね。黙れ。言わせておけば、ならお前はどうなんだよ。お前はちゃんとやってるのか、みんなに胸を張れるのか、どうせできてないんだろう。僕にはわかるよ。どうせできてないくせに僕に偉そうに言うな。どうせ、どうせ、憶測ばかりで根拠がない。なのにわかるとか言う。決めつけるなら根拠を提示してよ。なら認めるから。それに僕ばかり責めるけど、世の中には僕みたいな奴はたくさん。うざいな、話変えるなよ。今は他の人の話じゃない。お前の話をしてるんだよ。根拠もない。会話もできない。自分だけじゃないと逃げる。私そういう自己中な人大っ嫌いなんだよ。そんなに上が気に入らないなら、口だけじゃなくて間違っていると証明してよ。ただ、違う、自分ならできるっていうだけなら幼稚園児でも言えるんだよ。証明しろ。それができないなら全部虚言だ、偽りだ、偽善だ。今この場で私を納得させたいなら力でねじ伏せてみろ。それで私は納得してやる。お前の得意分野だろ、来なよ。言わせておけばこのクソババア。何してんこの操作。火炎熱烈弾。挑発で悪試験打開を初っ端から出させることには成功した。あとは誘いを受けてどんどん相手の悪試験を全て出させる。ここからが正念場だ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。